Join me, 48 hours correspondent Aaron Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Aaron Moriarty wherever you get your podcasts. 今朝入ってていいるニュースをお伝えしていきますマイナー講座ご登録問題をめぐりデジタル庁に立ち入り検査開始組織的問題を調査 AI をテーマに国連安保理が初会合事務総長は新たな機関の創設の必要性を訴える上半期の訪日客4年ぶりに1000万人を超える コロナ禍前の7割まで回復熱中症による救急搬送先週1週間で8189人前の週の2倍を超える芥川賞に難病の市川沙央さん障害者と社会の距離を問うまずはマイナー講座ご登録問題をめぐりましてデジタル庁に立ち入り検査と。 ということで読売新聞1面からです、はい、政府の個人情報保護委員会は19日昨日マイナンバーと預貯金口座をひも付ける公金受取口座のご登録問題をめぐりデジタル庁に立ち入り検査を実施しましたデジタル庁による情報管理に問題がなかったかどうかを調べるのが目的ですで6月30日にデジタル庁から この問題に関する報告書をこの個人情報保護委員会は受け取ったんですけれども、うん、ただ、やっぱり詳細な事実関係を把握するべきだと判断して今回の立ち入り検査に踏み切った、うん、ということですね。 でまあ、今回、公金受取口座のご登録っていうのは、これまでに合計940件確認されておりますで。昨日のニュースラインナップの中でお伝えしましたけれども、ただ、えー、ご登録っていうだけじゃなくて、実際にその別の人の口座に振り込んだってことも発覚しましたよね。うんうん、そうでここはい急いで、えー、しっかりこう検査をした上でね。 毎回立ち止まるってことも僕は必要なんじゃないかなと思います場合によってはねで,ね、えーでえー、関係書類の検査とか共用端末の正確な操作手順とかあとリスク管理についてデジタル庁が適切に対応していたのかどうかを調べたと見られているとあの、はい、詳細な調査内容というのは明らかにされていないんですけどもこうじゃないかというふうに見られているということですねさて続いて AI に関しての 国際的な枠組み作っていこうというと動きでですすね、はい、毎日新聞の一面からです国連安全保障理事会は18日 AI に関する初の公開会合を開きました参加した国は AI の可能性に期待を示しつつも、うん、責任ある開発と利用そして潜在的な脅威 に対処するための国際ルール作りの必要性を訴える意見が相次いだということですグテーレス事務総長は AI の悪用を監視する、まあ、原子力発電所などでいう国際原子力機関 IAEA、e、に相当するような新しい国連機関を創設する構想を歓迎するというふうに述べたということですで今回行われた国連の会合は平和と安全保障における AI の恩恵とリスクというのがテーマだからメリットとデメリット両方を考えようということなんですけどもえまあイギリスが議長国ということで主催して行ったということですねでその中にアメリカの AI 開発企業のトップですとか中国の研究者も招かれて技術レベルの現状そして課題について話し合った発言もあったということです 保険とか、教育分野などでは課題解決につながる可能性がある。つまり恩恵、ベネフィットの方ですよね。で、えー、一方、偏見とか差別、はい、そして国家権力による監視を助長しかねない、こちらはリスクについても指摘されたということ。あともう一つは、テロリストとか国家が悪用すると、想像を絶する恐ろしいレベルの死と破壊をもたらす可能性があると。 いうふうにグテーレス事務総長を述べまして生成 AI を利用した偽情報とかディープフェイク、はい、そして軍事分野への無秩序な応用などに警鐘を鳴らしたともう本当生成 AI の技術すごいですし条件を書き込んだら、はい パパパッとこう画像を作るじゃないですか。えー、あれも見分けつかないですもんね。本当にいる人がどうかっていうのもね。そうですよね。これぐらい成功にできてる。うん、これをこう有効に使えばいいんですけど、悪用されるとやっぱり恐ろしい。だからこそ国際的なルールっていうものを作った方がいいんじゃないかということで話し合ってるということです。はい、これちょっと、あのー、技術の発達のスピードがどん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 進んでる。スピードが速いんで、うんうん、ルールを作る方も、 追いつかないと。そうですね、うん。スピード上げていかないとなと思います。日本を訪れる海外の観光客の方、まあよく見ますよね、今ね。増えましたよね。実際のところどうなのかということでデータも出ました。はい、日本政府観光局が19日、昨日発表しました6月の訪日外国人客数は、6月だけですよ。207万3300人。 うん、速報値です、えー、これは2020年1月以来3年5ヶ月ぶりに200万人の大台を超えたとだからちょうどコロナ前ですよね,すね2020年1月ですからね、えー、コロナ禍前の2019年同じ月と比べると72%の水準まで戻っているとで消費額も堅調な回復を続けているということですねただ あの内訳見てみると韓国、はい、台湾アメリカ多いんですけどもやっぱり依然としてまだ中国はコロナ禍前ほど戻ってきてないということでこの数字が伸びてくるとまたさらに訪日客の数は伸びていくのかなと思われます裏、うん、裏には裏がある表ばかり見ていると「羨ましいし恨めしい」なら見てみよう「裏側を」 聞いいてください裏話努力はきっと裏切らない裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して藤原玉日曜の裏 RKB ラジオで毎週日曜朝10時から放送、ポッドキャストでも同時配信しています。